日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト今日は目的についてはいこんにちはおはようございますこんばんはかもしれないですね 日本語コンテッペの時間でね日本語ね,日本語ね、まあ、こんな言い方しなくて大丈夫ですよ。ほかの,他他の、ね、ほとんどの先生が言うように日本語みたいな、ね、言い方でもいいですよ。僕はちょっとね日本語って言ってますけどね皆さんは真似をしないようにしてくださいね。そうじゃないと少し変ですからね。例えばあの、ね、皆さんがですね あの日本人に会ってね「日本語うまいですね」とか言われたらね「日本語うまいですね,ね」クリスさん日本語うまいですね」とか言われたらね「はい日本語毎日勉強してますから」とか「日本語検定3級持ってますから」とかね「日本語検定2級を受けるために勉強してます」とかね「日本語検定1級はまだまだ難しいですかね」とかね「日本語!」とかね「日本語!」 暑くなってきましたすごいい <laughs> ちょっと脱ぎますね,あのね脱ぐといってもあのジャケットだけをねジャケットだけを脱ぎます、ねえー、T シャツは脱がないですよ T シャツは脱がないです寒いですからねまだまだ冬は冬は続きますよ皆さんの住んでいる国は今夏ですか冬ですか夏の国もありますよねオーストラリアとかねおめでとうございますオーストラリアの人たちおめでとうございます 夏は楽しんでくださいね。あとはねチリとかアルゼンチンとか、ね、おめでとうございますねブラジルとか全くないのかなおめでとうございますね南アフ,アフリカの人たちねおめでとうございます夏ですね今おめでとうございますただですね僕はね冬の方が好きなんです、ね、僕は変わってる少し変わってる、ね、少し変わってるねと言われますけど僕はね寒い方が好きです、ね、暑いよりは。 なぜかというと、これは、ま、あの前も言ったような気がするんですけど、頭がね、やはり冴えている。頭が冴えている、ね。頭が冴えるっていうのは、頭がキリッとしている。ね、頭がキリッとするっていうのは、こう頭がね、クリアに、クリアなんですよ、頭が。ね、頭がクリア。ね、別に僕はあの髪がないわけじゃないですよ。えー、頭がクリアといってもね、あの僕が髪がなくてね、えー、つるっとね、お坊さんのようにね、 ななってていいいいいるとうううわけではないではすねそういうで別にそういう人がいてもいいですよもちろん僕のねあの日本語コンテッペを聞いてくれる人であればね紙があろうとなかろうと紙、ね、があってもなくてもあの大歓迎ですよ紙がない人は日本コンテッペを聞いてはいけないとかねそんなことはないですよそんなことはない関係ないですよね。あの <laughs> まあ冗冗談談ですねひひどいひどいい、ね、こういう冗談はダメな冗談ですねだってもしかするとねあのそれに傷つく人がいるかもしれないからそういう冗談はだめですね。人の見た目をね笑うとかね例えば太っているとかね痩せているとかね、えー、あとは背がねすごく低いとか背がすごく高いとか、ね、あと何がありますか体のねね特徴を、ね あの笑う人っていますよ、ね、例えばあのねよく日本人とかアジア人がね目が小さいとかね目が小さいとかあの、ねね、寝てるのみたいなね寝てねえよね寝てねえよね目開いてるよ、ね、あとは笑ってるだけだよね笑ったら僕が笑うとね目がなくなるんですよ。いや目はあるんですけどこうね漫画のあの笑った目あるでしょあんな感じになるんですね。 まあそれはねそういう目だからしょうがないですよ。ね、<laughs> あの逆にねスペイン人なんて僕から見ればね僕から見ればスペイン人なんてみんなあの驚いたような顔してますよね。ね驚いたう目がねこう目が開いて目がね大きく開いてみんな驚いたような顔してます常に、ね。何をそんなに驚いてるの、ね、僕は妻に思うと何をそんなに驚いてるのみたいな。<laughs> だ向こうはね、あれてっぺ、寝てるみたいな。<laughs> 寝てないみたいな。寝てねえよね。そういうふうに見えるだけです。えー、はい。今日のトピックを話しましょう。ね。今日のトピック。今日のトピックは、えー、目的について、ね。目的。ちょっと、ちょっとあれですね。アブストラクトですね。目的について。目的というのはね、まあ、あの、オブジェクティブとかね。あとは、ゴールみたいなね。 とかリーズンとかね、まあいろいろ英語だとねいろいろあります。日本語だと目的、まあこれはいろいろですよ。えー、ま皆さんがですね、日本語を勉強する目的とかねあるでしょ。理由ね理由と言ってもいい、ね。理由と言ってもいい。まあ、理由も目的もほとんど同じですよね。例えば理由だったら日本に日本の文化に興味があるからとかね例えば理由は何ですか。 えー、皆さんが日本語を勉強し例えば理由はえー、理由はあのー、まあ日本の漫画が好きで日本語で全部読みたいとかね日本のえー、アニメが好きで、うん、アニメを見たいとかね日本のえー、何しようかな日本まあ日本のこう伝統的な文化が好きでね 日本にもう少し行きたいとかね前話したようにあの僕の生徒さんでもね日本酒が好きで日本酒が好きな人、ね、そういう人は日本酒をねたしなむために日本酒をいろいろなね日本のいろいろな地域にあるいろいろな日本酒を飲むためにね日本語を勉強して自分でねアポイントメントを取って日本のねその、まあ、ワイナリーというか酒造って言いますね酒造お酒のあるね あの場所、お酒を作る場所。日本のね、いろいろな酒造をめぐってね、酒造をめぐりをして。酒造もあって、ね、めぐるっていうのを回る。いくっていう、いろいろなところに行くっていうことです。酒造もあってね、酒造めぐりをしてですね。えー、お酒についてのね、こう知識や経験を得たい。素晴らしい理由ですよね。素晴らしい理由。もしくは、友達、ね、日本人の友達ができたので。 あの日本語を話したいとか、えー、日,本日本のねホームステイしたことがあってホームステイ先のお父さんとお母さんとメールをしたいとかね日本語でメールしたいとかいろいろな理由がありますよね。で目的目的っていうと何て言うかな目的というのはもう少しゴールなので例えば日本語を勉強するね目的はありますか、ね、目的は何ですかまあゴールはありますかみたいな感じですよね。 目的はありますか、クリスさん。クリスさん、クリスさんが日本語を勉強している、あのー、日本語を勉強していますね。はい。えー、何目的とか目標目標でもいいですね。目的と目標結構近いですね。目的とかね目標とかありますか。ああそうですね。例えば日本語を勉強する目標。例えばうん。 例えば、字幕なしで日本語の映画が見れるようになるとかね。字幕なしでね。例えば、今までは、あの、英語の字幕をつけてね、いつも、あの、ワンピースを見ていた。でも、英語の字幕なしでワンピースを見たいとかね。それは目,目標ですよね。目標だったり目的ですよね。あとは、日本で仕事がしたいから。日本で仕事がしたいので、面接に受かるため。 に日本語を勉強しています。それは目的ですよね。日本で仕事を見つけるという目的がある。うん。あとは、えー、いろいろな目的がありますよね。えー、日本に住むためとかね。あとはうん何があるかな。日本語を勉強する目的。まあ皆さんのね実際のあの話を聞きたいですよね。 で僕の目的ですね僕が日本語コンテペをしている目的とか理由っていうのをあの改めてね話してみたいと思います改めてこれね少し分からなくなってきたんですよね少し分からなくなってきたのであの自分でねまとめるためにもちょっとここで行ってみたいと思いますまずですねもともとの目的 もともとの目標、目的、これは今でも変わっていないんですが、僕がね、日本語コンテンペを取り続けていること、理由はですね、まず、まずですよ、理由は、日本語の生徒を募集するため、<laughs> ね、日本語の生徒を募集するために、えー、もうかなり前ですよね。 2018年の多分3月ぐらい2月とか3月ぐらいだったと思いますに始めましたで僕が思った通りにですね思った通りにですねこれがきっかけで「日本語コン婚ペイがきっかけで少しずつですね生徒が増えましたね生徒が少しずつですね僕の日本語の生徒が増えてきたんですね まあ増えてきたっていうのはなぜかというと実はですねえまだあの日本語コンテペイを始めた時はあの僕は日本語の先生じゃなかったんですね。日本語コンテペイをしながら僕はね実は日本語の先生になるための勉強をしていたんですねなのでその時点ではまだ先生じゃなかったので実はね先生になって生徒を募集始めたのはあの夏休みが終わってからですね。 だから9月ぐらいです9月ぐらいになって生徒の募集を始めましたそして、えー、こちらの「日本語コンテッペイ」で,で「すね、えー、生徒募集しています」「愛湯期でどんどん連絡してください」って言ったら何人もね連絡をしてきてくれて、ね、そして今でも週に1回とかレッスンを、えー、ずっと受けてくれている、ね、いつも言うように僕のレッスンというのはですね、えー、会話がメインですうん。 なので人によってはですねあのなんか文法の勉強とかしなくていいのかなとかそういうことを思う人もいるかもしれないもちろんね文法の勉強も少しはしはますでもねほとんどの生徒は僕の生徒はですねとりあえず必要な最低限必要な文法やボキャブラリーは結構ありますどちらかというとやはりですね、えー まあ英語で言うとフルエンシーというかねフルエンシー英語で言うと流暢さ流暢さ,流暢さなんかペラペラペラにねそういうなんかその流暢さに多少かける、ね、いやいや欠けるいやいや流暢,が流暢さがか足りない流暢さ流暢になりたいいうねでもそれをほとんどの人はペラペラになりたいと言いますねなんかねペラペラね例えば日本人だって言うんですね 英語ペラペラになりたい」英語ペペララになってねちょっとバカみたいな言い方しますけどわざと「英語ペラペラになりたい」って言うんですよね日本人はなので皆さんもですね「日本語ペラペラになりたいですよ」みたいな「日本語ペラペラになりたい」っていうふうにね言ってくださいこんなね甘えた子供のような僕の子供のような言い方しなくて「パピー」みたいなね「日本語ペラペラになりたい」みたいな そんな子供じゃないので、ね、子供じゃないのでそんな言い方はしなくていい。でもあの流暢さですねペラペラになるっていうことはそういうことです。ペラペラになるっていうことは簡単な単語や簡単な文法があの何て言うかなナチュラルに自然にですね出てくるっていうことです。止まらず。ね、こううああとかじゃなくて えー、例えば、ね「あおはようございます」「てっぺい先生今日はよろしくお願いします」ねすごい流暢ですよね流暢ですペラペラですねはい昨日は何を食べましたか?」みたいなあ昨日はですね家の近くにあるハンバーガー屋に行ってハンバーガーを食べましたハンバーガーを食べたのは友達と一緒に食べました、えー、友達はチーズバーガーセット を頼んで僕は、えー、トマトの普通のハンバーガーを食べました。ね、トマトと普通あのハンバーグのね、ハンバーガーを食べました。値段はあ安くはないけど高くもないです、ね。普通の値段です。味は美味しかったです。ね、新しいお店で新しいレストランなんですけどまた行ってみたいです。先生はハンバーガー好きですかこれね、はい、これとりあえずい,いです。 今僕が話した日本語は実はすごい簡単ですすごい簡単あのー、本当に簡単簡単っていうのはあの皆さんは絶対言えるもしこの日本語コンテペを聞いてる人であれば言えます言えるんだけど言えないね言えるんだけど言えないこれですこれなので言えないけど言えないこれはあのもっとね難しい文法を勉強するとかもっと難しい単語を勉強してもこのねペラペラさ この、ね、流暢さはあのついいてここないですこれに大事なのはねこの流暢になるためペラペラになるためにはやっぱりね会話をしなければいけない、ね、会話をあのたくさんですね会話をしなければいけない、ね、例えば僕が何を食べたか今日何を食べたか言いますね今日はですね、えー、僕はですね今日はあの妻の家族と一緒に昼ご飯を食べました チーズとハムをつまみながらね、チーズとハムを食べました。そして一緒にですね、えー、白ワインを飲みました、ね。白ワインを飲みました。ビールじゃなくて白ワインを飲みました。いつもはビールを飲むけど、今日はですね、白ワインを飲みました。なぜかというと、今日はパエリア。ね、パエリアを食べたからです、ね。シーフードパエリアを食べました。 シーフードパエリアに合わせてですね、えー、白ワインを飲みました美味しかったですね美味しかったとても美味しかった美味しかったけど少しね食べすぎました、ね、食べすぎましたなのでねお腹がいっぱいで今ちょっと苦しいです、ね、お腹がいっぱいで今ちょっと苦しいですはい僕が使った単語で多分ね難しい単語は今なかったですね はい美味しかった」とか、あのー「美味しかったです」とかね、あのー「お腹がいっぱいです」とかね「苦しいです」とかねほんでに簡単な単語でもね僕今自然でしたねやっぱりこう、あのー、一つもね止まらずに言いましたこれが流暢さで流暢さを身に,つつ身につけるためにはやはりですねたくさん聞いてたくさん話すこれが大事です。 ままた話が逸れましたね、ま、た話がでね僕が言っているのがまずあの僕が日本語コンテッペイを始めたのはやはりもともとはですねあの生徒を見つけたいこの気持ちだから今でもですね生徒が来てくれると嬉しい嬉しいうしいですだって目的だから目標目標がかなっている生徒が来ると僕にお金が入りますでお金が入ると え生活ができるね。なので、えー、生徒がいることが大事なんですね生徒がいることが大事あとですねパトレオンパトレオンパトレオンでパトロンをね僕は募集してますがパトレオンを使って、えー、ドネーションをくれる人がいます、ね、で、その人たちのおかげで僕はまたねコーヒーが飲めるビールが飲めるね 子供子供の話はしたくないですね。えー、子供の話はしたくない。でも、ね、あの僕のね、えー、食べ物がこう僕の子供が食べるものがないんですとかね言いたくないですよね。そんなそんなことは言いたくないですけどね。でもあのやっぱりお金がね入ると嬉しい。うん、これがもともとの目的目標です。でもですね最近思うのがもちろんねそれもあるんですがやはりね 日本語コンテッペを続けること、ね、こうレコーディングをすること、ね、こうやって皆さんにですねポッドキャストを作ることこれがですねあのちょっとねなんというかな使命感使命ってわかります使命使命っていうのはあの使うに命って書くんですけど、ね、命を使う、ね、意味はどうなんでしょうねなんかねあのすごくね大事なこと使命っていうのはすごい大事なこと あのすごい大事な仕事っていう意味ですね。普通、うん、なんかね、使命感を多少感じるわけです。なぜかというと、他にね、日本語コンテッペみたいなポッドキャストがない。だから、僕が辞めたら、あの、こういうポッドキャストがなくなるんですよね。それに気づいてね、それに気づいたというのは、皆さんがですね、あの、例えば、あの。 日本語のレッスンをね愛登記を通して日本語のレッスンを受けてくれる時にあの言ってくれるんですよいつもありがとうございます、ね、いや本当にずっとこういうポッドキャストを探してました、ね、ずっとずっとこんなポッドキャストを探しててなかったんですねずっとなかったんですでも日本語コンテッペを見つけて毎日聞いてます、ね、毎日聞いて少しずつあの日本語がわかるようになってきました とかいろいろ聞くんですよそういうことをでそういういことを聞くとこれは頑張らなければいけない、ね、これは続けなきゃいけない、ね、で目的がですねやっぱりあのまずは生徒を取りたいお金は欲しいから少しずつですねあのやっぱり人の役に立ちたい、ね、そういうふうに、えー、そういうふうにも思えるようになってきた。今ですねだから2つ 両方が叶うといいなと思います。両方の目的がですね、まずはやはりお金がね入るとい,い、ねお金が稼げるという。そしてまたですね、えー、皆さんを、えー、皆さんの力になれるとい,い、ねその2つの目的があります。それではまた皆さんチャオチャオアステレゴ。